Hello everyone! 柴田陽子です。私、この間、京都の隣にあります、滋賀県の長浜というところに行ってきました。滋賀県にはこう、日本一でっかい湖、琵琶湖がありまして、その北の方にある場所ですね。なんか江戸時代の古い町並みをこう思わせる雰囲気ある場所があったり、駅の近くから綺麗な湖が見れたりとかして、すごいいいとこでした。そこで買いましたのがこれです。ドーン、ドーン。これ点々玉っていうおもちゃですって。これただいま黄色い点々玉ですが、あら不思議。一瞬で青い色になるという面白いおもちゃ。かわいいなと思って。なんか不思議でしょ？おう。ね。すごい面白い。ただいまこれ大変気に入っております。皆様も機会がありましたら長浜遊びに行ってみてはいかがでしょう。では皆様ごきげんよう。グッバイ。